はいどうもどうも、エンジョイポケモン、ガチポケモン、ほんでもって王子ポケモン、ほんでもってガチかけもポケモン、コンブです。今日はね、ちょっと新しい機材、マイクアダプターを買って、ワイヤレスマイクでパウワウ捜索2日目となります。こちらね、秋田にあるね、パウワウの巣でございます。ユキシがもう終わる、着くのが遅すぎた。まあちょっとネックマウントをしてね、ちょっと捜索しようかと思っております。はい。で、昨日ね、ここでね、エイパムの色違いを発見することができました。エンジョイポケモン、ガチポケモン、ガチ課金ポケモン、コンブです。秋田は御所野にある、エイパムの巣へやってまいりました。1時間で15、6匹、ここ歩いた人3時間歩いたの、何匹タップできました？3時間だと30匹ぐらい。うん、下のこうなってるところ。でも全然いないよ。さっきそこに1匹いた。ちょっとエイパム探す。エイパム真っ暗。でもここ日中とか人いっぱい来るんだろうな。あ、エイパムいた。みんな結構歩いてんだな。エイパもほんと捕まんない。来た？あ、じゃあやる？ユクシないかなって。ちゃんとやっぱりやらなきゃな。出る？出る？前どうだった？あーで、逃げられた。公園変わんなかったよ。え、マジで？あ、エイパム、エイパム。あんまり猿捕まえてんのダメだな。やっぱり変わるのか。俺も出ない人だ。あ、さあ、オートキャッチで持って、あ、オートキャッチで持ってかれた。お、マジで？あ、捕まった、オートキャッチ。やったー、やったー。やべー、オートキャッチ。いや、捕まってるような、マジで。え、マジで早すぎ。あ、でもほら逃げた。え、もしかして、ね、大丈夫大丈夫。そこでは逃げるんだよね。逃げろ。あ、捕まってた。捕まってた。こんな見えてますかね。これ広角にした方がいいのかな。まあまあ、ちょっとパワー捜索します。パワー色違い探して、はい。で、昨日の超過としては1時間歩いて約12匹ぐらいで、これね、ここについて早々に捕まえたエイパム君です。エイパム君、はい、はい。で、パウワウ昨日3時間ぐらいやったのかな、総合で。結局色違いは出ませんでした。28匹ぐらい捕まえました。ということでね、今ここ、御所野のね、公園パウワウの巣に来ましたけども、どんな感じになってるか。まあまあ、こう2、3匹いるような、そんな感じになってます。はい、じゃあ捜索開始したいと思います。私のガチポケ仲間も探し歩いてるということで、そのうち会えるでしょう。はい、撮れてるよね。音声の方がどうなんだろうな。まあ撮れてるね。うん、撮れてます。はい、じゃあ行ってみましょう。この機材でちょかパワー、今日こそ見つけてーぞ。あ、足元が暗い、足元が。ということで、こんな感じです。これだとちょっと反射すんだよな。
ダメだ、反射するからこれダメだ。はい、パワーウいました。パワーウ、ね、残念。どのぐらいやってんの？1時間半ぐらいやってんの？1時間ぐらいやってんの？2時間？あ、カエルの10キロ歩いたの？で、ヌーマさんゲット？え、サンさんゲット？え、ちょっとぐるぐるしてる。どれ？見して、見して、見して。ネットワークエラー、ちょっとすげえ、なんか人ここに集まりすぎてるってこと？こんなにいないよ。いないよね。で見して、これにこれに見してください。で、そっちも出たの。お、日の嵐、いいな。あんまクリーム色だね、うん。え、じゃあ今日出たのはサンサンのみ？よっしゃ、出てこい出てこい、パワー、あ、いて、焦げるとこだった。出てこい、パワー、ここにいるはずだ。ここに一体いるはずだ。うまいか。今なんか変化した、今変化した、こいつ。コダックからマグマグに変化してた。あ、なったぜ、出たぜ。やっとだ、やっとだって言っても俺早い方だよね。やったね、ミッションクリアや。100体目ぐらいかな。わあ、やっぱやる、やってみるもんだな。やってみるもんだな。嬉しいな。この時のためにやってるようなもんだな。バトル向きではない。全然いいです。2連続、2連続、2連続はねえか。